はい、皆さんこんにちは。レクセン2講師の森山です。で、今回は、行政書士エクスポということで、行政書士と司法書士、これを徹底比較といった形で、司法書士ってどんなことをやるんだろうか、で司法書士やろうかなっていう方が、じゃあ受けようと思った時にどんな科目があるのか、どんな勉強が必要なのか、で同じ科目にしても問題がどのように違うのかということをですね、時間の許す限りお話をしていきたいと思います。ですからいろんなお話をしますので、幅広く薄く広くというか、ちょっとでも司法書士の試験のことが分かっていただければということでお話をしていきます。今日は祝日のお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。それからYouTube のライブもされているということで、YouTube の前で聞かれている方、あるいはアーカイブで聞かれている方という方もいると思いますが、ぜひ最後までお付き合いいただければというふうに思います。ちょうど行政書士の試験が終わったところですよね。でこれでじゃあ次どうしようかな、例えば合格が推定される方もう、期日抜きでもう合格点取れてるよとか、あるいは期日もしっかりかけたから合格取れるよみたいな方は、じゃあ次にどうしようかというふうに考えると思います。実務出るとか、あるいは他の試験受けてみるとかいうこともあって、ステップアップという形でよく言われますけれども、ダブルライセンスって形でかなりこう、資格の領域が広がりますから、できることが増えますから、じゃあ司法書士を取ろうっていうのも一つあると思いますよね。でそういう時にちょっとですね、選択肢になるかと思いますからお話をさせていただければというふうに思います。で私は普段このレックの方で、レジュメの、講師紹介もありますが、司法書士のですね、資格を担当しております。だから行政書士の、この受験対策ということではお話はあまりしてないんですが、ただよく直前期に、司法書士講師が、会社法についてお話をするみたいな直前講座みたいなのがあって、そこで会社法についてお話を毎年してるんですが、そうそう今年もやりました。今年も社外取締役と社外監査役の話をして本試験出てましたね。ですからあれでぜひ皆さんがね、1点、1問取れてればありがたいなというふうに思うんで、もう本当に1時間しか行政書士の対策講座は1年のうち1時間しかやりませんので、そこで1問出るかどうかって大きい、私にとっては大きいんですが、本当にいつも司法書士の試験でもそうですけれども、行政書士の試験でその1時間でやったことが本当にこう力になってるかな、得点につながるかななんてことはですね、もう気に病んでるわけですけれども、それが出たということでよかったなというふうには思うんですが、さあということで、行政書士の後にちょっと司法書士をやってダブルライセンスになったらどういうことができるのかということについてお話をしていきたいと思いますが、ちょっとレジュメのところではですね、試験のことが書いてありますので、まず口頭のところで、司法書士って何をする資格なんだろうかというところからお話をしていきます。まず司法書士の資格のメインの仕事は登記になりますね。ですから不動産登記、商業登記というのが、メインの仕事になります。ちょっと興味持たれている方は、レックのパンフレットを後で見ていただければ詳しく書いてあると思いますので、今はですね、ちょっと簡単にお話をしていきたいと思いますが、不動産登記って民法を勉強している方であればよく出てくるあれですよね。177条を勉強したときに、やたらいろいろ出てくるわけですよ。相続と登記だとか、自己取得と登記だとか、20譲渡で先登記をした方が勝ちますよとか、あの登記、あれ実は民法では登記をした方が勝ちますよとか、登記をすることによって第三者に対抗することができるんだなどと学びますが、実際に登記をしたらって一言で民法の勉強では終わるんですけど、その登記をしていくって仕事をします。これが民法で登記をすればとか言いますが、そんな簡単にできるもんじゃないぞってお話なんですね。でこの登記の申請を代理をするのが司法書士で、その司法書士の資格がなければ登記申請をすることができないという独占的な業務ということになっています。どういう時に登記をするかっていったら、一つは相続ですよね。ちょっとお父さんが亡くなってしまって名義を移したいんです。先生お願いできますかというと、相続による所有権移転登記などという形で、その非相続人の名義だった不動産を相続人の例えば長男名義にしていくぞとか、あるいは三女名義にしていくぞみたいな形で名義を移していくわけです。でその時にお客さんがやってきて、まず戸籍集めから始めますね。戸籍を集めて、もう誰が相続人かを特定していきます。でその時に民法の力が要求されるわけですよ。第一順位の相続人は誰かとか、そういうことを生かして、相続人を集めます。いや戸籍を集めなくたって当事者が申告すれば分かるじゃないかと思うかもしれませんが、実際戸籍を集めてみると当事者に言ってることが違ったりするわけですよ。私も実際の実務で3人お客さん来たんですよ。ちょうど3人の兄弟でしたね。で相続人は私たちだけですって言うんです。だから先生遺産を3分割したいので遺産分割協議書を作ってくれませんかみたいな、で登記もお願いしたいんですみたいな、もう広い土地持ってるお客さんで、じゃあ分割をしてもう3分割しますと、そういうふうな遺産分割をして、で土地価格調査士の先生の方で分筆登記をして、先生に相続登記お願いできませんかみたいな話をして、もうそこでじゃあ分かりました、じゃあまずは遺産分割協議書を作りましょうなんて話をしちゃいけないわけですね。じゃあまず相続人を確定しますっていう話をしなきゃいけない。そうするとお客さんは、いやそんなこと言ったって私たちだけですって言うんですけども、まあ、そこは職業としてちゃんと確認しなければ動けませんからみたいな話をして集めたらいたんですよ。本人たちも嘘は言ってないんです。嘘は言ってないんだけれども、まさかうちの父さんに、もううちの結婚する前の昔のですね、妻との間に子供がいたとは知りませんでしたみたいな。そうするともうでも全然縁もないです、もううちのお父さんも言ってなかったしとか言ったとしても親子ですから当然相続になります。そうすると探し出して遺産分割協議書にもし、財産いりませんって言ったら判行してもらわなきゃいけないわけですよね。でこういうふうに、戸籍を集めて登記をしていくことになります。であとは登記申請にも戸籍必要ですから、戸籍を集めて、でもし法定相続と、違う相続をするならば遺産分割協議書とか作って、こういうふうな相続分で話がまとまりました、じゃあ A 名義にしてくださいなんていう登記申請を出すわけです。その時に、その戸籍を集めたり、あるいは申請書を作ったりする仕事をするんだということですね。あとは不動産登記でいうと決済の登記、決済による所有権移転登記や決済の一連の登記、これがとても大きな仕事になります。決済というのは不動産の売買です。で不動産売買するときに普通は不動産屋さんが間に入りますよね。であるいは不動産屋自体が建て売りをして売るということもあるだろうし、あるいは土地を A さんが持っているものを B さんが買うって場合もあるでしょう。この時には A さんの名義から B さんの名義に登記簿上変えなければいけないので所有権移転登記をしていく必要がありますが、この時に司法書士が間に入るわけです。で当事者たちが登記っていうのは自分で申請してもいいんですよ。あくまでも司法書士は代理業ですから、行政書士も司法書士も弁護士も、税理士もそうですけれども、私業っていうのは基本代理業ですから、代理人ですから、本人ができれば本人がやったっていいわけですよね。税金の申告だって自分でやっていいし、いろんな各種登録だって自分でやっていいし、登記だって自分でやっていいわけです。あるいは裁判だって弁護士に頼まないで自分でやっていいわけですよ。でもこの決済の移転登記、決済による登記に関してはほぼ 100% 司法書士が入ってます。どうしてかというと利害がバッチバチに絡むからです。例えば A さんから B さんが買うって時に、A さんと B さんが利害が対立しているのは分かると思いますが、あとは銀行がいるんですね。 B さんが自分のお金で買うってことはありません。普通銀行から住宅ローンって形で融資を受けます。だからやるべき登記は A さんから B さんに対する所有権移転登記と B さんの名義にした上での一番抵当権の設定登記だから、司法書士は A さんから B さんに所有権移転登記をまず入れると同時に、もう連続で抵当権設定登記を入れなければいけませんから、連携で法務局に持っていかなきゃいけないですね。でしかもその日のうちにですよ。決済したその日のうちに。これ民法を勉強すると登記は対抗要件ですから早く登記を入れなきゃいけないってなりますよね。もうその日のうちです。だから司法書士の仕事っていうのは、相続登記だとまたゆっくりやればいいですけども、対抗関係が絡むものについてはもうその日のうちにすぐ登記をしていくということが要求されるわけですね。でこの決済に関してはもう A さんは A さんでちゃんとお金が払われなければ名義なんてあげたくありませんっていうことになるわけですよ。だから本人が申請すると、もしかしたらお金が払われないうちに名義を移していくとかいろんなことがあるかもしれないし、 B さんも B さんで、いやちょっと待って、名義がちゃんと自分のものにならないと、名義が自分のものにならないとお金払いたくないんですけどって話になりますよね。そうすると A さんと B さんだけではうまく登記ができません。で銀行もしてみても、いや一番に抵当権が登記上つかないんだったら融資できませんよと。で本人たちが申請をして相談しながら、いやどう書くのかねとか、書類何つけるんだろう、印鑑証明いるみたいだよとか言ってて、その間に誰かが1番抵当をつけちゃったら2番になっちゃうわけですよ。1番と2番では配当額は全然違いますからね。だから1番抵当権がつく保証がなければ融資なんかしません。そこで本人が申請するのでは決済なんかできないわけです。そこで司法書士が決済の現場に呼ばれるわけですよ。先生すいません、今度不動産の売却があったのでって不動産屋さんから連絡来ます。だから不動産屋さんとこう仲良くなれば仕事が来るわけですが、不動産屋さんから電話来て、今度なんとか銀行で融資があって、そのお設置室で決済があるので来てくれませんかって話が来るわけですね。そうするとその準備として登記簿取ったりなんだり準備を整えた上で決済の現場に行くわけです。銀行の応接室に行くわけですよ。銀行も普通は窓口とかだけ行きますが、その横に扉があって応接室に入るんです。でそこでお客さんがいますから、私が司法書士のなんとかですと言って書類を全部集めます。すいません、売り主さん権利書持ってきてくれましたよね。でもちろん事前に確認しておいた方がいいですよ。で印鑑証明持ってきてくれましたよね。判子してください。で司法書士はその判子が実印であるかどうかを印鑑証明書をペラペラしながら、ずれてないか、違う判子じゃないか確認をすることになります。で買い主さんの書類も確認をして、で銀行の書類も確認をして、皆さん私が全てチェックしました。所有権移転登記はすることができます。抵当権設定登記はすることができます。この決済でお金が動いたのを見届けたら、私はすぐその足で法務局に行って登記申請をします。あるいは最近はオンライン申請ができますから、今すぐこの場でボタンを押して登記申請をしますと。こんな形でお客さんに言うわけです。そうすると銀行は安心をして、じゃあ融資をしますねって飼い主さんのところにお金を入れて、で飼い主さんが一瞬お金持ちになります。3000万入ります。でその3000万から売り主さんにお金を払います。でこれでお金が動いたのを見届けましたから、私はすぐ A さんから B さん名義にしていきますと。で抵当権設定登記も1番に入るようにしていきますって言って法務局に申請をしに行くわけですよ。でこれで皆さん、司法書士がすみません、印鑑証明付け忘れてて期限切れてて登記申請できませんでしたってなっちゃったら責任問題ですからね。だから司法書士の責任って重いし、だから仕事があるわけですよ。よろしいでしょうかということですね。これが不動産登記の仕事、かいつまんでお話をしました。で普通問題ないです。普通印鑑証明書がこういうずさんな決済しちゃいけないですよ、プロですから。でも印鑑証明切れてたとしても、ちょっと新しい印鑑証明もらえますかみたいな平誤りすればどうにかなることが 90%、95% 以上だと思いますが、時々は地面師っていう悪徳の人がいますから、わざとやってる可能性だって捨てきれないわけですよね。だからそういうのはちゃんときちんとその場でチェックをしていくと、あるいはチェックできるように事前に調べられるものは調べていくということが要求されているわけです。こういう不動産登記の仕事をしていく。あとは会社法を使った商業登記ですね。でこれもやっていく仕事があります。で商業登記も会社の社長が自分で申請してもいいんですが、普通はそういう商業登記の知識なんかありませんので、司法書士がやっていくことになります。お客さんの方からつまり会社の社長から依頼があって、役員が変わりましたから登記申請お願いしますみたいな話があると登記をしていくわけですね。このレック東京リーガルマインドのような会社については必ず法務局に登記をしておかなければいけませんから、その情報に変更があれば変更登記をしていくということが要求されるわけです。で今お利口さん的な話をしてますが、実際にはお客さんやってこないですよ、こんなの。だから会社の社長が役員の任期が切れました、新しい役員を選びましたなんて言ってきません。皆さんの想定する会社は一流企業かもしれませんが、世の中の90何%は中小企業で家族でやってる会社です。でそういう会社は任期なんてあるのかいっていう話になりますから、こちらで全部管理していかないといけないですね。ですから社長、今年役員の任期です、会社法上2年任期なので今年任期です、役員の変更登記をしないと過料の制裁が課せられますよ、登記またうちに任せてくださいとこっちから言っていかないと。だからコンピューターでちゃんと2年の管理をしていくみたいな、こういうことが求められますね。でこっちから行くと、営業は営業ですけれども逆に喜ばれますよね。忘れてました先生ありがとういつもみたいな感じになりますから、こんな形で役員の変更登記をしていったり、あるいはもっと大きな会社を相手にするのであれば企業再編で合併していくことを中心にもうスキームから作っていくとか、そういうことも大きな企業相手の司法書士であればすることになります。こんな仕事があります。こんなことをお話をすると、かなり行政書士とかなりいいダブルライセンスがあるわけですよ。例えば司法書士に関してはこの所有権移転登記、登記の申請は司法書士しかできませんから、行政書士の資格を持っていても登記をしちゃいけないです。で行政書士の資格を持っていて登記できるだろうと思ってやって、懲戒されたりとかなった行政書士の先生もいらっしゃいますが、司法書士資格ないとできない。でも司法書士の資格だけでは例えば農地法の許可証は取れないんですね。だから農地、地方なんか行くと、農地を転用するだとか、こういうことが求められますから、農地用の許可証を取らなければいけない。こういう時にはですね、行政書士の資格でもって申請していくということが要求されます。あとは、会社の設立だとかですよね。こういう時も、使用書士は登記をしますから、使用書士を持っていると、その設立登記の最後のところまで面倒を見てあげることができますが、許認可。これは行政書士の仕事です。だから司法書士と行政書士の両方を持っていると、もうそのあたりが結構お客さんワンストップサービスをしてあげることができますから、非常に有効に活用することができるかなと思います。ではそれが司法書士の登記の仕事になります。あとは裁判の仕事があります。で、訴訟で、これは別にやってもやんなくてもいいし、いわゆるですね、平和的に仕事をやりたいとか、例えばこの不動産登記とか商業登記っていうのはよく言われるのが予防的ホームなんですね。問題がないように登記していく。例えば対抗要件を備えることによって問題に巻き込まれないようにしていくって仕事なんです。だから平和産業ですよ。決済の現場、今利害が対立してますと言いましたが、基本的にみんなニコニコしてますからね。売主さんは不動産が売れてお金が入ってきて喜びますよ。買い主さんはマイホームが手に入って喜びますよ。銀行だって融資をして喜んでますよ。不動産屋さんは間に入って大量の報酬をもらって喜んでますよ。ですから、基本的にニコニコした現場で楽しく仕事をすることができる仕事なんですね。でも訴訟沙汰っていうのはもう笑顔一つないです。だからこれは好みがあります。やりたくない人はやりません。ですけれども一応仕事としてはできます。ただ弁護士ではないので、簡易裁判所の140万を上限とした簡易裁判だけができます。だから本当に訴訟を本格的にやりたければ、今度は司法書士の試験ではなくて司法試験、これを受けてもらって弁護士になるということになるわけですね。よろしいでしょうか。ただ今、この訴訟の仕事に関しては好みが分かれるよと言いましたが、できるに越したことはありません。例えばさっきの相続なんかで、もし問題があったら先生にお願いできるんですよねっていうのは信頼がありますから、実際に1年に1度やるとかいうぐらいの方も多いですけれどもね。そんな形になります。昔はみんなやってました。過払い金訴訟のブームの時にはもうそれだけですごく報酬が潤って、もう家何軒も建つマンションも何軒も買えるような司法書士もいましたから、もう今は過払い金ブームは終わってますから、この訴訟を中心に仕事をしていこうっていう司法書士の方はかなり少なくなっているかなというふうには思います。ということで、とりあえずそんな形で中心的な仕事についてはお話をしました。では次に、レジュメの2ページのところに進んでいって、試験についてお話をしていきたいと思います。司法書士の試験ですね。で、2ページに試験科目がありますが、出題数と書いてあって、午前の部、午後の部と書いてあって、丸1日かけて試験が行われますが、これいつ行われるかというと7月です。7月の第1日曜日。7月の第1日曜日、夏前ですね。ですから例えば今から勉強するということになると、王道は2023年の7月を目指します。2023年の7月を目指します。司法書士の試験は難しいかと言われたら難しいと答えますが、何が難しいかというと、試験科目がまず多くて勉強量が多いことなんです。だから勉強時間はかかります。ということで2023年を目指していくということになります。司法書士試験の難しさはとにかく覚えることが多いことです。科目が多いんですね。でしかも一つ一つの分量が多いです。例えば民法なんかでいうと、テキストがレックなんかだと4分冊に分かれてます。で市販されているテキストなんかでも2分冊3分冊に分かれていて、例えば市販されているテキストを全ての科目集めると10冊組とか15冊組ぐらいになりますから、もう勉強量は多い。もう例えば宅建とかで1冊とか、行政書士でも2冊とかで、それで受かるかどうかもともかく、ありますよね。で司法書士の場合には勉強量が多い。だから勉強量が多いということは、難しさとすれば勉強時間が取られるので、これから司法書士を目指そうとなったら、毎日しっかりコンスタントに勉強することを1年以上続けるということが要件になりますから、その時間が取れるかどうか。でもし、その時間かけて司法書士を目指すんだったら、早く実務出て行政書士として事務所を作るっていうのも一つの選択肢ですので、まずは司法書士目指すならば時間はかかると。それから勉強に覚悟しなければいけないことはまず押さえてください。でそれから勉強範囲が広いですから記憶の作業がすごく必要になります。だから忘れては覚えての繰り返しという難しさがあります。中身がそんなに難しいかって言われたらそれほど難しいことはありません。もちろん難しいんですけども、例えばですね、やってやれないことはない難しさです。例えばそれ地頭がなければできないんじゃんとか才能がなければできないんじゃんってことってあるじゃないですか。そういう難しさじゃないんですよ。やればできる難しさ。でもそのやる分量が多いからもう地道に頑張って覚えなければいけないっていう難しさなんですね。例えばですよ、例えばそうですね、司法試験に受かるっていうのはまあ本当に昔はすごいもう天才的な人しか、旧司法試験なんかは受からない試験でしたけれども、やっぱり受かる人見てるともう初めから頭良さそうな感じは受けます。もう論文の試験も出るしひらめきも必要だしで、だから難しさ、そっちの難しさもあるんですね。例えばそうですね、相対性理論を理解しなさいって言って何それってなっちゃいますよね。もう数学の数の字も嫌なんだけどみたいな。私なんかだと鉄棒で大車輪やれって言われたらもうできるしないですよ。もう私は生まれてこの方逆上がりが一回もできたことがないので鉄棒大車輪やれったってもう才能がないかなって思っちゃいます。ですがこの司法書士の試験はそうではなくてマラソンみたいな話だってよく言いますね。ですからやればできます。私もマラソンは走れば速くなりました。中学校の時はもうマラソンだけはやろうと思って朝早く走ってたら300人中8位とかにはなりましたので早かったんですね。ですからこれは運動神経なくてもできますよ。やればできるんです。でもじゃあやればできるんならやろうかと思うとでもマラソンだってここから仙台まで走るんですけどみたいな、そういう難しさだと思ってください。だから受かる方は、今言ったように頭がいい方が受かるのではなくてちゃんと真面目にやった方が受かります。だから司法書士の例えば私なんかもよくインタビューやってますが合格者見てもらうと、本当に真面目な方が多いですね。もうなんか初めからもう東大ですみたいな頭がいい方ではなく、いや勉強ね初めてやったんですけど本当にコツコツやりましたみたいな、こういう方が受かってる試験だというふうに思っていただければいいかなと思います。本当にこう誠実で真面目な方が受かりますよね。みんないい方ですよ、受かる方は。で、2ページ見てもらうと試験科目です。午前の部が9時半から11時半で2時間かけて択一が35問、2時間かけて択一が35問出題されます。この中で民法が20問、それから会社法が9問、これが午前の部の主要科目と呼ばれています。憲法・刑法がマイナー科目というふうに呼ばれておりますね。でそれから午後の部に関しては1時から4時まで午後の部です。午前の部より1時間多いですね。昼休みを1時間半挟んで午後から3時間午後の部です。だから司法書士はちょっと体力勝負というか1日丸々試験というふうに思ってください。で午後の部は択一式で35問出題されて1時間多い分は期日が2台出されると、こういうことなんですね。で午前の部と午後の部、まず科目については何が違うかというと、午前の部はよく実態法と呼ばれている科目で午後の部は手続き法です。だから実際に実務で使っていくのは午後の部です。もちろん午前の部が前提としては頭の中になければいけないんですが、実際にやるのは供託の申請だったり、不動産登記の申請だったり民事訴訟だったりしますから、実際に直接使っていくのが午後で出題されます。だから単に、教養的な試験なのではなく、もう実務家になるための試験ですから、もう実務で必要なことが試験で聞いてくると、こういうことになりますね。で午後の部に関しては期日が2台入っております。さあこの記述が2台入っておりますが、これが行政書士のような、要は文章を書くような問題ではなく申請書を作る問題です。だからこれ午後の部の36問目が不動産登記法で午後の部の37問目が商業登記なんですが、それぞれ皆さんは司法書士事務所の所長になりきってもらいます。司法書士事務所の法務律子さんのもとにお客さんが来ましたって始まるんですよ。でお客さんが書類を10枚も20枚も見せてくれて、それが別紙1から10に掲載されているとか書いてあるわけですね。でそれを見ながら実際に見ると戸籍が載ってたり遺産分割協議書が載ってたりしますから、それを見て何が起こったのかを判断して相続人を特定して、あ、これ遺言があるけど大丈夫か、遺言の要件満たしてるかってチェックして、で起こったことを登記申請書に書いて名義を書き換える、こういうような問題が出されます。商業登記もそうですね。商業登記に関しても会社の社長がやってきて、うちの会社でこんなことが起こりましたと言ってきますから、それに応じた申請書を作るということが求められております。ではよろしいでしょうか。こんな形です。だから午後の部1時間増えてますが、いや期日が2問増えただけで1時間増えるのかっていうふうに、その期日が何なのか分からなければ思っちゃいますが、かなり分量が多いですからね。例えば不動産登記であれば申請書を5枚以上書いてきます。商業登記も、申請書をかなりの、分量を書きます。だから本当のことを言うと、午後の部に関しては期日1台で大体1時間かかります。期日が2台あるから2時間かかります。択一で1時間しか取れないってこと、択一で1時間しか取れないってことです。だからこの試験のもう一つの難しさ、分量が多いこと以外の難しさ、午後の部の時間がない。午後の部の時間がない。択一35問で1時間。1問2分ないんです。で、その 1問の分量っていうのが、もうかなり選択肢1つが3行4行あったりしますから、もう1ページ丸々1つの問題だったりするんですね。で、これが難しさの1つです。だから、これもテクニックの問題になりますが、だからこの試験っておかしいんですよ。完璧な試験はありません。行政書士試験も、絶対的に点数固定しているところとか、いろいろ文句言いたいというか、もっと受験生のためを思ってっていうところはありますが、司法書士の試験でいうとこの午後の部の時間配分どうにかしてよって本当に思いますね。で、なぜどうにかしてよって思うかっていうと、だって普通にやっていたらどう考えたって4時間5時間かかる問題なんですよ。で、受験生どうやって点数取ってるかというと、選択肢あが丸、いが丸、1番あ、い組み合わせ問題、もうこれで次行くしかないんですよ。だからもう選択肢全部読んでる時間がどう考えてもありえないんです。だってほら、その証拠に午前の部35問で2時間取ってるんですよ。2時間かかるって向こう思ってるんですね。もうどう考えても時間がない。だからおかしいんですけど、おかしいと言っていても先に進みませんから、そのおかしいのをどうクリアするかっていうのはこちら教えてるんですけれども、もう選択肢確実なものを探していって、それで判断して、もう選択肢2つあるいは3つで次に行くしかないんです。こういう難しさがあります。ということで、この試験の難しさは分量が多いことと、それからこのように午後の部の時間が配分ですね、この2つがあります。では2ページの下のところを見てください。配点なんですけど、択一が105点、つまり、午前の部の択一1問3点です。1問3点 ×35 問で105点1問3点 ×35 問で105点で、午後の部に関して言うと、やはり1問3点 ×35 問で105点で、午後の期日が1問35点 ×2 台で70点、合計280点です。合計280点。じゃあこの280点のうち何点取れば受かるんですかというのを今日知ってほしいんですが、教えられません。次のページ見てください。合格基準、令和3年度の場合、これは合格発表になって初めて発表されます。今年は 208.5 点でしたということで、初めて基準点が合格点が発表されますね。初めから分かってないんです。行政書士の試験だと何点取れば受かりますよとか、あとは A 検だと8割かな、漢検だと9割かな、免許証の試験だと確か9割マークシートあってれば受かるとか、そういうのは初めから決まってますよね。なんでこの試験決まってないのかっていうと、毎年同じレベルで問題が作れないからですよ。だから問題が簡単であればボーダーラインは上がるし、問題が難しければボーダーラインは下がるというふうに変動するわけです。いやー、そんな変動する試験に関しては受けたくないなと思うかもしれませんが、逆にそれが安心点で、毎年受かる人数は大体固定です。だからつまり合格率が固定されてるんですね。だから上から何パーセントに入れば受かりますよっていう、毎年難易度が変わらないってこと。問題の難しさは変わったとしても受かる困難さは変わらないんです。問題がいや今年すごい難しかったっていうのであれば、点数取れてなくても受かりますから、だから大学入試みたいなもんで定員が決まってるんですね。その定員の中に入ればいいのであって、問題が難しいか問題が簡単かに関しては合格難易度とは影響がないわけですよ。これがこの試験の特徴です。だからそこは安心して受験できるかなというふうに思います。だいたい8割ぐらいっていうふうに抑えておけば結構です。でもう一つ、せっかく時間を使ってきていただいたわけですから、試験システムというものをちょっと正確になかなかつかむ機会はないと思いますので知ってほしいんですが、その下基準点という制度があります。午前の部が例えば令和3年最新のほやほやのちょうどですね何週間か前に発表されたデータではあるんですが、この辺りのデータは基準点自体はもうちょっと早く発表されてますが、午前の部が27問、午後の部が22問、期日が34点取れてなければ、そこの1箇所でも引っかかってしまうと不合格です。だからそれぞれのハードルを通過した上で合計点勝負ってこと。これを基準点と言います。だから苦手な分野は作れませんね。午前の部が苦手ですとか午後の部の択一が苦手ですっていうと、そこだけでハードル引っかかってしまってもう全体の勝負に持ち込めないんです。でなんでこの基準点の制度があるのかというと、実は択一の採点を先やります。択一はマークシートですから、これは多分レックの模擬テストの採点なんか見てると機械通すだけですから、はっきり言って何日かでできるはずです。で法務省は8月の半ばには択一の基準点を発表します。だから多分もう1週間も経たないうちに全部採点が終わって、でそれで夏までに基準点決めるんですよ。択一の基準点がさっきもあります。で択一の基準点をクリアしてなければ期日の採点してくれないってことだから、まずはこの択一の基準点クリアしなければ次のステージに行けないってことなんですね。だからこれマストです。択一の基準点クリアしなければ期日の採点がしてもらえないので、まずはしっかり択一の勉強をしてそこをクリアしていくことです。もちろん択一の勉強だけではなく期日の勉強もしなければいけませんが、配点からしたって280点のうち210点、これがですね択一なんだから、もう択一を得意にするということがまず合格にかなり近づきます。で択一の基準点突破できるのって2000人ぐらいです。だから実は8割ぐらいの人は、8割9割の人は、8割ぐらいかな、もう択一だけで不合格になっちゃうんですよ。でだから本当に択一をクリアするだけで上位 10% ぐらいに入れて、でそこからさらに少し頑張ればクリアできるので、択一が本当に大事なんです。よく、予備校のですね、この人集めのイベントなんかでは、いや期日が大事ですと、だからうちは期日にこんな力を入れてますみたいなことを言うことがありますが、それは申し込んでほしいから言ってるだけであって、択一しっかりやんなきゃ話にならないってことですよ。もうそれはもう予備校というのはもうお客さん呼ぶために寄ってますから、そんなのはもう引っかかっちゃダメで、もうしっかり択一勉強してそこで点数取っていくということが重要ですからね。もちろん期日もしっかりやりますけどね、私の講座でも期日の解き方はやりますが、もう択一をしっかりやってなければ話にならないんだから、そこをやろうと、こういうことなんです。でもう一つ、しっかりデータを掴んで書いてください。基準点全部足すと、計算してしました、 81+66+34 全ての基準点を足すと181、合格点まで 27.5 点足らないんです。だから基準点っていうのは目標ではありません。もうしっかり楽々とは楽々は言い過ぎかもしれませんが、クリアしてなければ合格点に届かないってことを押さえてください。先生午前27が目標ですね。違う、午前は30ぐらい取るとか、午後に関しては22問ぐらいが基準点であれば25、6問取るだとか、そのようにちょっと上乗せをして点数取っていかないと合格点はきついです。だから基準点っていうのはあくまでも超えなければいけない最低限のハードルではありますが、目標ではないです。27.5 っていうと択一1問3点ですから、3、9、27、9問分ぐらい上乗せしなければいけない。でこれを択一で上乗せしてください。だから択一の目標を高めにってことです。期日の逆転というのはなかなか難しいです。どうして難しいかというと、もともと配点が70点しかないのに、そっちで 27.5 を上乗せするのは至難の業だし、期日というのは誰がやっても結構標準偏差的にかなり団子状態なんですよ。だから基準点から 27.5 を上乗せするだけでもうトップレベルの合格者になります。でそれって至難の業ですよ。トップレベルの力つけなきゃいけないんだから。だからもう受かろうと思ったら択一でしっかり点数取っていくっていうのがここでも必要になります。だからもうしっかり択一やる。ではその下見てください。では合格率とか合格者数はどれぐらいなのかというと、まあ、1万5000人ぐらいが申し込んで、まあ、1万2000人ぐらいが受けて613人が合格すると、これが令和3年新しいデータということになります。あ、ごめんなさい、平成って書いてありますが令和ですね。令和3年の場合ということになっていきます。で合格率が4から 5%、 4から 5%、これ10年前は 2% 台でした。ですから先ほど合格率を固定しているとは言いましたけど、だんだん上がってます。受かりやすくなってます。でそんな 1% 上がったぐらいで受かりやすいって言うなよって話かもしれませんが、 60% が 61% になっても大したことないですが、2が3、3が4になったら大きな違いですからね。ですからかなり受かりやすくなってます。で受かりやすくなっているっていうのは勉強しなくて受かるって意味ではなくて、ちゃんと勉強した方が受かる試験になってます。昔は 2% 台だとちゃんと勉強してトップレベルになったとしても、そこからちょっと運ゲーみたいなところあったんですよ。もうかなり絞られてますから、もうトップ集団でわーっていったとしてもゴールが狭いので、もうそこでちょっとこう押し合いへし合いみたいな感じで、なかなかですねゴールにたどり着けないことはあったんですが、その運ゲーのとこがなくなりましたから、もちろんマラソンでいうとトップランナーで行かなきゃいけないですから、トップランナーであればそのまますっとこうゴールで詰まることはなくなったと、こういうことで運ゲーの要素はなくなったと、こういう感じですね。ただトップ集団に行かなければ合格できないというのは変わりがありません。そのトップ集団でゴール行ったのにゴールがこんな狭くて、おいおいどけよどけよみたいな話にはならないと、こういう話ですよね。よろしいでしょうか。ということでちゃんと勉強すれば受かる試験にはなってきて、その部分は良かったなというふうには思います。それでも難しいですよね、このパーセントは。ということでしっかり勉強しなければいけないので、そのあたりをきちんと考えた上でこう始めるかどうかは考えていただければいいのかなと思います。でちなみに平均年齢に関しては40代になってます。かなり高いです。この司法書士の試験はかなり平均年齢高い。だから昔はこれ30代前半だったので、私今45歳なんですよ。で私とこの平均年齢が10年間ほとんど変わってないです。どんどん年齢上がってます。こういう試験で、まあそのような試験になっちゃってるよということではありますが、まあとにかくこの司法書士の試験って年齢関係なく受けられます。例えば若い方であればもちろん実務出てからも、まあ、長く活躍できたり、あるいはもう40代50代の方であればもう実務出て開業したってすぐお客さんから信頼されたりだとか、今の人生経験が生きたりしますから、まあ、結構本当にいろんな年齢の方が受験してますね。で私この前今年の合格者の69歳の方と対談をしましたけれども、もう今からもういろんな人の役に立ちたいというふうに語っておりましたから、もう本当にいい司法書士になってくれるだろうというふうに思っておりますけれどもね、まあ、そんな形で、まあ、各年齢の方が活躍できる試験かなというふうに思っております。あとはこれ少しずつ合格率が上がってると言いましたが、それなぜかというと受験者が減ってるからなんです。残念ながら受験者が減ってます。まあ、行政書士の試験なんかは受験者が増えていて羨ましいなというふうに思うんですが、司法書士の試験は減ってます。これやっぱり難しい試験で目指す人が減っちゃってるし、今年齢が上がってると言いましたが、一番減ってるのはやっぱり大学生なんですよ。大学生の方が公務員になろうという方でレックに来ることがあります。受付でお大学生来たなというのと公務員になりたいですって言うんですね。司法書士じゃないのかなと思いますけれども、そういう方が減っちゃってるんですね。だからまあ年齢が上がっているというのもありますし、受験者が減っているのもありますが、まあ、このように、まあ、今実務の話なんかも最初にやった通りいい資格なので、やっぱり例えば仕事ついてからやっぱり司法書士になりたいって言ってそこから来てくれる方が多いんですね。まあ、だからそういう方でまあ年齢が上がっているというのは一つありますけれども、まあ、とにかくそのように受験者が減ってますから、減ってるけれども仕事があるんですよ。で司法書士が活躍しなければいけない場面が多いんですよ。成年後見なんかまだまだ全然人が足りてないし、まあ、登記なんかもまあかなりの数ありますし、会社の登記なんかもしなければいけませんから、そうするとやっぱり合格者を減らせないんですね。今までは過去10年ぐらいは受験者の数と合格者の数をかなりこうもう 2.8% とかで完全に合わせてきたんですが、今それやって400人台500人台にしてしまうともう実務家足んなくなっちゃうんですよ。もう仕事があるから。ですから受験者が減っても合格者を減らせないってことで、その分合格率が上がってるんだというふうに思っていただければいいかなと思います。まさに今チャンスだなということではありました。では、4ページの方を見てください。行政書士の試験と司法書士試験の問題の比較ということになりますが、一つ一つ今お話をするような場面ではありませんからしませんが、憲法の問題、今年のほやほやの問題を入れてありますが、4ページの頭のところに、いわゆるですね、肖像権の問題、司法書士の試験でも同じような問題が出ております。ということで、基本的にはですね、憲法に関しては、もう行政書士のが問われる判例が広いぐらいです。司法書士に関してはマイナー科目ですから、判例知識に関しては、司法書士の受験生と行政書士の受験生でいうと、行政書士の受験生の方が判例知識は多いし、それから多分テキストに載っている判例も多いかというふうに思います。ただ司法書士の試験の場合には憲法の難しさでいうと、その判例の途中の基準みたいなところが結構しつこく聞かれるので、その途中の部分ですね、どんな基準で合憲出したのか違憲出したのか、そこで選択肢の誤りっていうものを見抜かなければいけない問題があったりとかすることがあるのと、あとは4ページの下から次のページにかけて司法書士特有の、特有というか司法試験でも見たことがありますが、学説問題、これが出てきますから、この学説問題対策というのを抑える必要があります。と言っても行政書士の受験生に関しても文章の読み取り問題だとかいろいろありますから、当日初めて見る問題で頭を使って解かなければいけない問題というのは慣れてると思いますから、そこは大丈夫だと思いますが、憲法に関してこんな学説とこんな学説がありますが A 説から導かれる見解は選択肢のうちどれでしょうみたいな問題が出されるので、この対策というものをしなければいけないのがちょっと厄介かなというところではあります。ただ昔は民法とか会社法や民事訴訟なんかでもこの学説問題というのは出たんですよ。なんか仏像台についてこんな学説とこんな学説とこんな学説があると、そのうちこの C 説の批判になるのはどれでしょうとか、こんな問題が出たことがあります。昔はよく出ました。民法なんかでも本当にいろんな学説があって、民法、民事訴訟、その学説問題出ましたが、今学説問題が出る可能性があるのはほぼ憲法だけですから、憲法の学説だけ押さえておけば足りる時代にはなっております。で、5ページの下の方からは会社法を入れておりましたが、会社法についても司法書士はしっかり勉強しなければいけませんから、難易度からすると司法書士の方がさすがにこっちは少し難しいかなというふうに思いますので、行政書士に関しては、会社法については私も直前期に講義やって今年出てよかったなって話はしたんですが、あまり勉強してない方が多いと思いますが、司法書士に関しては会社はしっかり勉強しなければいけないので、そこはしっかりもう一度会社法については勉強しようという意識でもって、勉強を始めていただければというふうに思います。で、あとは民法なんかもかぶっておりますけれども、ちょっと今回載せておりませんが、民法ですね。あとは2ページ戻っていただいて、やったことがないような科目については本当にゼロベースで勉強していくということが求められると思いますから、ちょっとそのあたりはですね、ゼロからやんなきゃいけないぞって覚悟は持っていただければと思います。ということで、行政書士の勉強をしたからといって司法書士全ての科目がかぶってるわけじゃないですよ。かぶってない科目多いです。じゃああんまり意味がないかというと、全然そんなことありません。この勉強っていうのはゴールにたどり着いた経験、ちゃんと試験まで頑張れたっていう経験が一番大きいんですね。例えば行政書士でいうと、例えば始めた頃って山の頂上見えないじゃないですか。どんな山の形なのかな、これが不安なんですよ。で、その状態でゴールまでたどり着くと、こういう山だったのかって初めて頂上について見えてくるところがあるんですね。だから一旦ゴールを見た方っていうのは、どの時期にどんだけ頑張ればいいかっていうことはまず一つ分かっているので、司法書士行った時にその一周の感覚、成功体験っていうのがかなり役立つ、成功、ゴールまでたどり着いた経験ですよね。だからそこ強いんですよ。で、特にこの法律の勉強でもってゴールにたどり着いた、試験までたどり着いた、合格もうしたという方であれば、もうなおさらではありますが、そういう体験が一つ生きてくるというのが一つあります。本当にこれ大きいですからね。本当に司法書士の試験の場合には道のりがさっき言ったように23年までありますから長いんですよ。そこで本当にたどり着けるのかなって不安になった時に、この行政書士は試験まで行ったじゃないかと、そこで点数取れたじゃないか、これが非常に役立つし、その経験でもって未来を予測できたりします。それからもう一つはやっぱり法律の基礎ができてるってことですよね。で、この民法なんかはもちろん先ほどお話した通り司法書士の方が、憲法は全然大丈夫なんですが、民法なんかはより深い判例なんかを、細かい判例なんかを詰めていかなければいけないし、今までは例えば横溝先生なんかがですね、これは重要じゃないですよって言った条文なんかがあるかもしれませんが、その条文もやるのかよみたいなこともあるかもしれません。で、相続なんかでもかなりの判例を勉強しなければいけない。ただそれってもう幹ができていれば枝葉を付け足す作業なんですよ。ですから何が大事かというと、まずは骨格を作ること。で、その細かな判例とかその民法の細かな条文なんていうのは、そこに葉っぱを生やせばいいので、まずは骨格がしっかりできていることが大事なんです。で、行政書士の問題って本当に最近難しいですからね。もう本当にその骨格はできていると思ってください。そこに枝葉をつけていけばいいので、そこはもうかなり有利に働きます。実際に行政書士の試験を受けて、その後司法書士の試験を受けて、結構もう1回あるいは2回で受かったよなんて方はかなり多いですから、そのあたりは自信持って、やっていただければいいのかなというふうに思います。ただ本当にこれからが勉強になりますので、本当にですね司法書士受けるのであれば、ここから1年以上しっかり、コンスタントに毎日仕事が終わったら勉強だっていう形で、取り組んでいかなければいけないかなというふうに思いますので、そこはちょっと大変かと思いますが、その覚悟ができるかどうかということで取り組んでいくかどうかを考えていただければと思います。で、私の方でもですね、この司法書士の講座は秋あるいは春の方から開講していて、生講義ではこの渋谷駅前本校の方でやっているのと、あとは、通信で受講することができます。もう渋谷の講義であれば週1回通っていただければ1週間かけて復習してもらうっていう、一番復習しやすいスケジュールにしております。特に私のクラスでは携帯司法書士って私が書いたまとめ本がありますから、それを覚えてくださいって形で、復習をすることができますから、効率よく復習できるように、働きながらあるいは子育てをしながら受かってる、短期合格してるって方がやっぱりたくさん出てくれてありがたいなというふうに思っているところではあります。そんな形でちょっとですね、これから司法書士やろうというのも一つの選択肢にしていただければというふうに思います。この行政書士の試験目指した試験が終わって、うまくいくという方であれば、ここからどういうことができるかって、もう次のステージに行けますからね。ですからその時に、じゃあ司法書士をやろうかな、もう実務でこういう事務所を作りたいなとか、あるいはもう他の資格にチャレンジするかな、しっかり幅広く、今日来た方に関してはもう司法書士も視野に入れてくれてると思いますから、もう幅広くアンテナを立ててくれてるということになるとは思いますが、そんな形でいろいろ情報を仕入れていただいて、ぜひここで歩みを止めないで次のステップの方に進んでいただければというふうに思います。では最後までお聞きいただきありがとうございました。